はい、かのちです。今日はね、手持ちのね、ガジェットをね、紹介したいと思います。ソニーのポータブルラジオ、防災ラジオですね。これの ICF-B50 です。発売はね、1996年9月1日、防水防滴、になってます。専用のストラップがないのでね、カメラ用、昔のニコンのね、カメラのストラップをね、つけてます。ここがね、熱いやつだとね、ここにちょっと入りにくいのでね、ストラップもね、ものを選びます。はい、じゃあ、ちょっと外してみようかね。ここはね、きついんだ。ギリギリです。はい、これがね、本体ですね。はい、ここにね、ライトのスイッチがあります。スイッチを入れると、はい、こんな感じでライトがつきます。ここはね、収納っていうかケースになってて、どこだっけな、こっちだ、はい、ここに予備のランプがありますね。スイッチを入れるとこんな感じでつきます。なんかこれね、先の切りっぱになってるんで、これをね、LED にね、取り替えて使うこともできるらしいです。スイッチがこれ、AM。わかりませんか？いつにも増して母さんの勢いは凄く、父さんが取り戻そうとしても、ガンとしてに。はい、マンションの、ね、中なんでね、ちょっと電波環境がね、悪いです。これがボリューム。そして、はい、ここにはね、イヤホンの、よいしょ、ここを開けるとイヤホン端子があります。はい、ボリュームを上げて、FM。 あの若い頃 FM。 AM 電源を切る、はい、アンテナロッドはね、伸ばすとだいたい 51.5 センチ、見えない、まだ、はい、51.5 センチ。はい、ここが電池の収納庫になってます。単三の電池を2本、これで、電池がないのでね、聞くことができません。しかしね、ここにね、予備電池の切り替えスイッチがあります。はい、コインをね、ここに入れて、回すと、予備電池で聞くことができます。多分これ買った当時からのね、電池が入ってるんだけども、よいしょ、はい、この電池 CR123A っていう電池ですね。結構長持ちするんですね。未だにバッテリー大丈夫、生きてます、大丈夫です。
まあでもなんか覚えてます。はい、大丈夫だね。少しだけ自分も強くなったのかなっていう思うこともあります。結構ヤフオクでも人気があってね、常時出品されてて、3500円ぐらいから5、6000円、新品未使用だとね1万2、3000円、4、5000円で、取引されてる商品です。取扱説明書はないんですけれども、ネットでね、PDF のファイルが入手することができます。はい、皆様のご家庭にも1台いかがでしょうか。今日はソニーの防災ラジオのご紹介でした。はい、今回はね FM AM 2バンドラジオ、ソニーの ICFB の50の紹介でした。今回はこれで終了です。また面白いガジェットが出てきたら皆さんにご紹介したいと思います。以上、かのちでした。またね。